それでそれは碧山が嫌がったということになりました。最後はこの右ののど輪の突き、そしてもう一度先ほど関根さんからも解説ありましたが、離れてからもう一度頭でこう当たっていくという攻めも見られました。起こしてます。よりすごいね、やっぱりこういうあれで見るとカメラで、ね、うん、もう2人の大きい ね、 そうですね、どっちが大きいのこの2人は、そうですね、やっぱり青山の大きいか、体重は